Thank you.
で、実はこの着ぐるみ作ってる方が珠洲市なんですよ。珠洲市が実家で、まあ、そういったご縁で、はい、今もうすでにいらっしゃる方、いや、小松で作ってます。石川県で小松で作ってるんですけど、ご実家は、珠洲市のお寺さんで、はい、まあ、そういったご縁もありました。高田町がもともと内長町だっただしが終わった後に焼きを、はい、これは